Your violin looks very antique and valuable. Yes, it is. I really treasure it. But you don't regard it as a musical instrument? No, this has been passed down from generation to generation in my family. How about having it appraised by an expert? I have often seen things that the owner thought valuable judged as junk.おはようございます。始まりました。モチチャンネルです。今回はですね、ジェットブルさんにですね、再びお越しいただきましてですね、まあいろいろとトイックについてですね、アドバイスを聞いていったりとかですね、どういった勉強してきたとかっていうのを聞いていこうかなと思うんですけど、どうやって勉強してきましたトイック？僕自身はトイックの勉強ってことはあんまり実はしていなくて、はいはい、まあ、トイック満点取れた理由は多分トイックを教えたからだろうっていうふうには思ってるんですよ。いろんな問題形式したりとか、はい、傾向が分かったりとかするとやっぱ満点って取りやすくなるじゃないですか。あれ何回満点取ってるんでしたっけ？63回ぐらい。63回ですね。そしてね、40回連続待ってという記録もお持ちですから、す、はい、いやーすごいですよ。トイック界のスーパースター、いえいえ、そして YouTuber、 ぜひあのチャンネルです、ね、見てください。あの概要欄に貼ってありますので、ジェットブルさんのです、ね、見ていただければと思います。はあ、そうなんですね。いやで、そっ海外ワーホリの時にすごい勉強をして、はい、帰ってきたら900点を超えてたので、はいはい、まあ、トイックって900点超えたら大体いいじゃないですか。いいじゃないですかって言ったら、まあまあ、900超えない人の方が多いですから、まあ、そうですよね。だからやったってなって、はい、それまでにやった勉強っていうのはどういうことかっていうと、基本は音読系のトレーニングと、もう一つは単語暗記、まあ、その2つですね。それ以外何もやってないかもしれないですね。すごい音読。あ、具体的にじゃあ音読どんな感じだったんですか？音読は当時は自分が好きな教材、ダイアローグ1200っていう、はいはいはい、ありますね。ご存知ですか？はい、うん、あれがすごく好きで、でそれが好きだった理由っていうのが、僕の声高くないです。ああ、なるほど。他の人より高い。だいぶ高いですよね、はい、多分すごい高いと思うんですけど、はい、でその声優さん、ナレーターさん、はいはいはい、その音声の英語の人がめっちゃ高かったんですよ、声。おうおうおう、真似しやすかったんです。ああ、なるほど。自分に合った教材だったわけですね。これはもう自分は真似しやすいと思って、はい、ひたすらシャドーイングだったりとか、はいはい、オーバーラッピングだったりとか、はいはい、まあ、暗唱までしてやったっていうのがすごい自分は効いたなっていうふうに思います。皆さんでもまあやってますよね。どうなんだろう。どうですか。今披露してもらえるんですか。どうですか。Your violin looks very antique and valuable. Yes, it is. I really treasure it. But you don't regard it as a musical instrument? No, this has been passed down from generation to generation in my family. How about having it appraised by an expert? I have often seen things that the owner thought valuable judged as junk. っていう、まあ、一つの短めの、もうあのその声を聞いて誰がナレーターなのか分かりましたけど、はい、はいはいはい、そういますね、あの声の人は、はい、あの高い声のこと方いるじゃないですか。はい、すごい好きで、好きっていうか似てると思って、はいはい、ね、その人の声真似、はいはいはい、ずっとしてたんですよね。なるほど。こういう感じで喋れたらいいなっていうのはすごいやっぱり、うん、英語力のアップに効きましたね。なるほど。それで上げてたわけですね。うんうん、でやってましたもんね。あれこれくらいでしたっけ、なんか音読セミナーとかって。あ、そうそう、去年、11月と12月に1回ずつ音読セミナーをやって、はい、今年もゴールデンウィークの一番最後に合宿を今度はするんですよね。合宿するんですか、すごい。やばいですよね。音読合宿そうです、音読合宿やんですね。はい、音読ばっかりする合宿です。へ、そんなイベントまであるんですね。はい、じゃあそれ早めに動画上げないといけない。大丈夫ですか。それ間に合わせないといけない。はい、そうするとどうしましょうか。来週の金曜日をめどに行きましょう。じゃあ、わかりました。はい、大丈夫ですか。他のほら人とも撮ってるから。あ、大丈夫です。頑張ってあげます。そうなんですね。音読かしこまるわけですね。音読のやり方とか実際暗唱したりとかみんなやるって感じ。もう全員暗唱させるっていうか、来ていただく。なるほど、そういう感じのスパルタの合宿ですね。はい、そうですね、ぜひですね、経験してみてください皆さん。で、他勉強したの？そう、暗唱と僕の中では単語暗記。ああ、単語暗記。単語暗記をする中で、まあ、自分がやったことというのはすごいシンプルで、あのアルクさんのね、SVL12000 っていう、そうです、こう12000語の語彙リストがあって、それってネット上で見れるんですよね、はいはいはい、こうレベル1から順番に、レベル1から順番に辞書で引いたんですよ、はいはい、
で知らないレベル1から順番に確かね1からすごいな今はね、嘘かもしれない3ぐらいかもああ3ぐらいまあまあ1は知ってる単語しかないと思うまあそうですね、うん、で引いてで覚えてないなっていうのを単語を書き写してノートにしてノートそうですねだいぶできましたね30冊か40冊ぐらいうわすごっそれね捨てちゃったんですよ。なぜ？それを引っ越すときに、はい、自分はもうこれはもう覚えたはずだって言って。なるほど。でもね覚えてないんですよ。忘れてるやつ結構あるんです。はい、けど捨てちゃってしまったと思って。今ね、そうそうこういうの初めて、はい、取っときゃよかったと思って。よかったそうですよねネタにできた。すごいそんなこと。そんなことをねしました。でその時は僕文法とかあんまり好きじゃないというか、はいはいはい、文法用語がすごく苦手だったんです。はいはいはい、未だに苦手なんですけど。うんでも文法とできるようになったんですよ。なぜかっていうと AA 辞典を使ってたからですね。おお、ね、なるほど。そう辞書を引いたってのは全部 AA 辞典のことなので、うん、そうそう AA 辞典で英語で意味を取ってとかやってるとこう英語で全て書いてあるんで、はい、もう意味取らざるを得ないそうじゃないですか、はいはいはい、最初しんどかったんですけど、はい、だんだん慣れてきて取れるようになってきて、はいはい、そうですねそれでなんとなく文法も多分こうだろうみたいなのが分かってきて文法力もついた。ただし、うん、やっぱり細かいところはねつかなかったですけどね読んでるだけだと。あの関係副詞と関係代名詞ってあるじゃないですか、はいはいはい、あの違いは結局帰ってきて文法書読んで知ったみたいな。あ、なるほど。そんな感じ。カナダから戻ってきて、そうそう文法書ですね。なるほど。そうそうそう、そういった感じで勉強していったわけですね、うん、で、まあ、どうして満点まで行くときは900から満点までってなんか壁があるってよく言われるじゃないですか。はい、言いますね。どうでした？今振り返ってみるとあったのかもしれないんですけど僕自身は感じてなかったので。というのも満点って取らなきゃいけないとあんまり思ってなかったんですよ。あ、なるほど。取れたらいいな、はい、みたいな、はいはい、死ぬまでに1回取れたらいいかって思うじゃないですか、うんうんうん、でやってて、まあ、2年ぐらい取れたんで意外に早く取れたって僕はそのこうまあね、見方でしょうね。なるほど。でも人によっては2年って言ったら長いので、あ、はいはいはい、そこは壁だったのかも。なるほど。その時は文法とかもやった。そうですね、教える時にも嫌でも。あ、なるほど。そうか、教えるとなるとそうですね、知らないといけないですもんね。そうそうそう、そうですね、文法でもテクニックとか、そうそうそう、問題のパターンとか知らないといけないですもんね。そうなんですよ。だからそこで TOEIC の勉強をして教えたのがうまくなるみたいな感じなんですよね。そういう感じだったんですね、うん、なるほど。こんな感じで、うん、今回はジェットブルさんにですね、どうやって勉強していったのかをお聞きしました。ありがとうございました。ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.